ラキンスクの紋章、ラキンスクは、ロシア連邦、ブラジーミル州の中部にある都市。メシチョラ定地の北西部、クレア島側の左岸に位置し、州都ウラジーミルからは南西へ3 2トル。人口は17,086人。4トル南にある、ソビンカ市を中心地とする、ソビンスキー地区に属する。ラキンスクの場所には、ウンドルという名の村があったことが15世紀末の、 記録に見られる。18世紀、この地はスボーロフ家の領地で、ロシアの軍人アレクサンドルスボーロフも1784年から1786年にかけてここで暮らしていた。1869年、宝石工場と織物工場が村の近くに誕生し、工場の拡大とともに村も大きくなった。1927年にウンドル村は、 労働集落の地位を得、地元の革命指導者、ミハイル・ラキンの名にちなんでラキンスキーと改名した。1969年に死の地位を得て、ラキンスクと改名している。ラキンスクには17世紀末に建てられた火山の生新助聖堂がある。町の主な産業は、繊維業、家具製造、食品工場などで大規模な乳製品工場もある。 ラキンスクは1862年に開通した、モスクワ・ウラジーミル・ニジニノブゴロド間の鉄道沿線にあり、ラキンスク駅は、モスクワの起点から 161km にあたる。またモスクワ・ニジニノブゴロド・カザウーファを結ぶ、ロシア連邦道路 M7 も通る。ありがとうございます。